どうも高井です。世の中を動かす新しい6つの法則、対象となるのはなかなか変わらない定着した習慣や思い込みによる行動。今回しみじみ当事者性の情勢について音読していきます。しみじみしないと人は動かない。しみじみの中身を要素分解してみよう。ひとまずは感情だ。当然ながらしみじみするのは理屈じゃない。深いレベルのエモーションの介在が不可欠だ。ちなみにしみじみのニュアンスに近い言葉に考えがあるが、これを英語で言うとディープエモーションだ。そしてもう一つが当事者性。感情を揺さぶられるだけでしみじみするかというと、これがそうとも限らない。重要なのは身にしみるという言葉が示すように、自分のこととして受け入れられるか、つまり自分ごとになっているかがしみじみには求められる。しみじみしなきゃ人は動かないとこの国では言われてきた。まさに世界 PR の潮流も感情に訴え当事者性意識を持たせることがビヘイビアチェンジには欠かせないという認識に至りつつある。これがしみじみという要素。空気を作るという言葉が表すように、これまで PR は世の中に大きな話題を喚起したり大きなうねりを生み出したりすることを本来得意分野としてきた。それはそれで今後も重要なのだけど、いくら大きな話題になっても動かしたい人が動かなければ意味はない。様々な力学で人は動くものだが、でもやっぱりしみじみしないとなかなか動かないよねというのが現在の本質的な共通認識だろう。ではどうやってしみじみ感を作るか、そこにはいくつかのキーワードが存在する。ストーリーテリング、自己同意インサイトだ。これまでもこういうね、感情マーケティングの本があったように、今後もそれをどう使っていくかが重要になってきそうですね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。